時刻は12時になりました。シエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし。毎週水曜日お昼担当は金城玲子がお届けいたします。この番組は炊きたてのご飯を中心に味噌汁、そしておかずと副菜などを一つのお膳にバランスよくまとめた定食を提供している弥生家の提供でお送りします。2016年9月28日水曜日、時計の針は12時を回りました。シエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし。毎週水曜日お昼12時から1時まで FM 読谷のスタジオから生放送でお届けいたします。ユーストリームでもご覧いただけますので、どうぞ皆さんぜひご覧になられてください。リスナーの皆さんが心がほんわかになるような、そんなお話を届けてまいります。9月も残すところあと3日となりましたね。28、29、30、3日となりました。10月に入るとすっかり秋空に変わってくるんでしょうね。今日も台風の影響で少しお天気の方もね、朝は大雨、今はお昼はちょっとね晴天となっておりますけれども、ちょっとね天気の方も台風18号の影響がまたねどのように変わってくるか分かりませんが、ぜひ皆さん今後の台風の動きなども十分注意しててください。それではオープニングナンバーをお届けいたします。ケニー G で Your Beautiful。
改めまして皆さんこんにちは、金城玲子です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。9月もいよいよ最後となりましたけれども、まだまだ沖縄は台風の影響もあって蒸し暑いようなそんな天気が続いています。また天気だけではなくて気温ももちろん高く、湿度などもまだまだ高いようです。食中毒など、またですね、インフルエンザも大変流行っているということで、手洗い、そしてうがい、またこれだけ暑いですからね、エアコンや除湿機、扇風機などをかけて毎日を過ごされている皆さんは、乾燥によるまたね、インフルエンザなども発生してきますので、皆さんぜひね、体調管理の方気をつけていただきたいと思います。日中の最高気温も32度まで上がるということで、先週ぐらいまでは少しね、気温も下がり、30度を切る、そういった毎日だったんですが、まだまだやはりこれだけのね、気温が高いとエアコンを少しタイマーか何かでつけて、お休みなさる方も多いかもしれませんね。普通だとね、9月のもう下旬になったらすっかり、涼しくなってきてもおかしくない、まあ、本土の方では、朝晩の冷え込みも少しずつ出てきているようですが、今年は台風の影響が沖縄だけではなくて、というか沖縄には全くほぼ影響がなく、本土の方にね、台風の方が直撃という、そういう本当に夏から秋の様子だったですよね。また今回の台風17号は台湾を直撃ということで、前回の台風も台湾直撃だったんですけれども、今回も台湾ということでね、多くの観光客の皆さんが、あちらの台湾の方には足を運ばれるということもあり、かなりね、本当にたくさんの方々が、被害を受けられているのではないでしょうか。しかし本当に台風とかこの自然災害というものは怖いなと思いました。おとといですよね、皆さん、沖縄でも、ね、地震がすごく体に感じる地震がありましたけれども、車を運転していた方は気づかなかったようですが、FM 読谷のここ、読谷村の地域振興センター3階にありますので、かなり、ね、揺れました。その時にすぐね、速報を、社長の方が、入れてましたけれども、やはりね、これだけの建物、ね、3階でこれだけ揺れるわけですから、高層マンションなどに住んでいる皆さんたち、ね、上の10階、15階、20階などに住んでいる皆さんはどういう感じだったのではないでしょうかね。どういう感じだったんでしょうかね。やはり、これからいつどういう形で、地震やそれからね、災害が起きるか分かりませんので、万が一のことを考えて日頃からまずね、皆さんが本当に何かをあった時に自分の足で、逃げられるようにね、そして、皆さんの家族ももちろんそうですけれども、しっかりね、こういう本当シミュレーションというものが大事なんだなって、誰かをね、助けるっていうよりも、助ける前に自分自身がちゃんと足で歩いて逃げられるように本当にしておかないといけないなというのをね、すごく実感しましたね。これからの、まあ、本当に、自然災害などに向けての、まあ、そういった、まあ、教訓の一つにもなるであろうというのが、先日、地震、ね、奄美の方とかは大丈夫だったのかなと思いますけれどもね。それでは一旦お知らせを挟みまして、続いては天気予報をご紹介してまいります。まあ、気温の方、今日朝はね、雨のち晴れだったんですけども、今はすっかり晴れマークになっていますね。それではシエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし、お届けしています。
時刻は12時12分になっています。シェスタユミタン FM ランチ本わかな暮らし、この時間は皆様に天気予報をご紹介いたします。まず天気概況からです。沖縄本島地方では28日夕方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沿岸の海域では29日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。今日のお天気です。南東の風やや強く晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うとなっています。波は5メートル、後3メートル、うねりを伴うとなっています。波が5メートルってすごいと思いますけれども、皆さん船舶の方、またですね、海水浴、マリンレジャーなどされる方は十分お気をつけいただきたいと思います。そして この後確率なんですけれども、降水確率が深夜12時まで 20% となっています。日中の最高気温32度。今日のお天気は晴れマークとなっています。しかし雷を伴うかもしれませんから、皆さんね、ちょっと洗濯物はお出かけになる方は考えた方がいいかもしれませんね。この後ね、台風ちょっと気になりますけれどもね、台風が、やはり、この後18号がどのような動きをするのかというのはすごく気になりますけれども、最新の、ね、天気予報などを皆さんぜひチェックしていただきながらお過ごしいただきたいと思います。それでは一旦 CM です。このコーナーは炊きたてのご飯を中心に、味噌汁、そしておかずと副菜などを一つのお膳にバランスよくまとめた定食を提供している弥生軒のコーナーをお届けしてまいります。さあ、毎週この弥生軒のコーナーをこの時間帯にすることで、多くのリスナーの皆さんからメッセージというかですね、直接私の方に、私やそしてまたスタッフの方にね、弥生軒なんか聞いたら
食べに行こうって思っちゃうとかね、今度来週は何とかね、そういうお声をいただくようになりまして、弥生軒のコーナーを担当している私としてはとても嬉しい、そういうねお声なんですけれども、あとですね観光客の皆さんで、本土の方からいらっしゃった、先日ねパンコペンコさんという方がいらっしゃるんですけど、このご夫婦は面白いことにね、読谷の方に、昨年新婚旅行で旅行会社の方に紹介されて、沖縄県読谷村ザンバ岬ロイヤルホテルをね、新婚旅行で初めて訪れた際にたまたま入ったお店で FM 読谷が流れて、とても気に入って FM 読谷の CD を Amazon で買って、そしてね本当にこう読谷村がもう本当にとてつもなく大好きだということで、またね何をするというわけではなくて、時間をただ本当にここでのんびりと過ごしているだけ、それが最大の贅沢だというふうにおっしゃってた方、パンコペンコさん、パンコペンコさんがおっしゃってたのがね、弥生軒自分の近くにあったんだけど、れいこさんの番組を聞いて弥生軒に行かなきゃ、行きたくなった、でも、実際に自分のふるさとにある弥生軒は行ったことがなくてっていう話になってですね、今度行ってみようかなと思うんですけども、沖縄の弥生軒に行ってみたいという、そういうお声をいただきましてね、とても嬉しくなりましたけれども、まあ、でもね、毎週この水曜日の番組のね、当日だったり前日だったり、弥生軒の、おすすめメニューというものをね、これはいただいてくるんですね、実際に私の方でいただいてきて、そして、今週のおすすめはということで皆さんに紹介させていただくんです、まあ、それによって、多くの皆さんに、あ、今一番新しいメニューはこれなんだとか、今一番おすすめはこれなんだ、あ、期間限定だから行ってみよう、そういう気持ちになっていただけると嬉しいですよね。特にここ沖縄県、ね、アメリカ文化というものがやはりとても根付いているので、洋食屋さん、また、また沖縄のウチナー料理、ね、定食などを提供しているお店は本当にたくさんあるんですけれども、そんな中やはり沖縄県もね、和食のお店が最近はたくさんね増えてきました。この弥生軒というのは、世界中に弥生、だから YAOI 弥生というね、このローマ字で世界中各国にあるそうなんですが、日本では弥生軒という名前で、本当にね皆さんの身近にきっとあるのではないかと思います。ここ、沖縄県読谷村にできましたシナジースクエアの一角にできた弥生軒、これは転職のお店、弥生軒の中では浦添、茶炭、名護、そして読谷、この県内4店舗で営業をまずしています。この、ね、中でも本当に一番最新新しくできた場所が、まあ、シナジースクエアということで、4月の27日にオープンし、沖縄県の、ね、ここ読谷村、また恩納村と、嘉手納との間に本当に、ね、こうネオン輝く、まあ、一角ができました。これによって、まあ、コンビニももちろんなんですけれども、お腹が空いたけれども食べるところがないなって思った皆さんのためにっていうぐらいね、できた一角。これからもっともっとこのシナジースクエアの本当に、ね、後ろの方など3軒などもたくさんできるということで、これからも変わってくると思うんですけれども、この弥生軒の方はもうね、とにかく炊きたてのご飯が売りだということと、そしてバランスよく一汁三菜というご飯に汁物、おかずが3種。これで構成された食事を示す言葉で、海の幸や山の幸など四季折々のいろんな食材や料理を組み合わせていただくことで、皆さんに提供しているのがここ弥生軒となっています。さあ皆さんは、この弥生軒、今までどんなメニューを召し上がったことがあるでしょうか。さあ今日ね、皆さんにご紹介する、弥生軒の、おすすめメニュー、いよいよね運動会シーズンになってきました。運動会シーズンとなるとね、まあ、皆さんもお弁当を作ったりする方々も多いと思うんですけれども、まあ、疲れた、ね、体をもう本当に夜作るのが面倒だなとか、また、今日はあえて会食にしようという、そういう皆さんのために今日はおすすめしたいものが、やはり弥生軒のね一番人気とも言われている唐揚げ定食をご紹介してまいります。今日ね、唐揚げ定食、唐揚げって本当にお店によって味が違いますよね。この弥生軒の唐揚げっていうのはもう本当に揚げたてを5つ
お皿にねサラダと一緒に乗ってくるんですけれども、それにマヨネーズと、そして、塩コショウがまた別皿についてくるんです。で塩コショウをかけて、それからたっぷりとレモン汁を絞って、それからそのまま召し上がってもいいですし、またマヨネーズに少しくぐらせて召し上がっていただいてもいいと思います。このね唐揚げ定食、揚げたてなのでもう本当にねご飯が進みます。ご飯がたくさん食べたい方にとっては白米、金芽米、ね、金の芽生えるお米と書いて金芽米、ぜひこちらを召し上がってください。金芽米はもう本当に国産のね美味しいお米なんですが、炊きたてなので本当にジャーを開けた瞬間もう本当にいい香りももちろん漂うんですけれども、本当にねピカピカしてるんですよね。栄養価が高い弥生軒となっています。この弥生軒の方で、この炊きたてのご飯がまたね何杯でもおかわりができます。昨日ね訪れた際にあすごいなと思ったのは、子どもたち、ね、たくさん子どもたちがいらしてたんですけれども、何杯ぐらいおかわりしてましたか。1人多分 3,4 杯はおかわりしていたんじゃないかと思いますけれども、ね、とっても美味しかったんでしょうね。本当にスポーツなどしている子どもたちにとっては、この弥生軒の炊きたてのご飯、それも甘くて美味しいツヤツヤの、金芽米おかわりができるというのはすごく嬉しいような気がします。ぜひ唐揚げ定食召し上がってくださいね。そして9月の21日から新しく登場しました北海道産新サンマを使用した秋の味覚、サンマの塩焼き定食。こちらもね、先週皆さんにもご紹介しましたが、大根おろしにお醤油をかけて、レモンを絞って、またね沖縄ではシークワーサーなどをねお家では絞って召し上がっていただければと思いますが、これにねナス味噌がついてくるんです。それからね冷ややっこもついてくるので、味のバランスとしては最高じゃないでしょうか。また金芽米か、またね16穀米に変更することができますので、今日はね栄養のバランス的に16穀米にしようかなと思う方は並盛りか大盛りに変更することができます。またお味噌汁をプラス130円でアサリ汁に変更することができるんです。また私がねすごく嬉しいなと思うのが、あのお漬物が食べ放題なんですよね。お漬物ってなんかね口休めというか本当に箸休めにのとってもなるので、すごく私は大好きなんですけども、それからお冷やと温かいね本当にほうじ茶ありますのでね、ぜひ皆さん行ってみてください。またちょっと疲れ気味の方におすすめなのが、たっぷり野菜の肉野菜炒め定食ね。この一日の栄養バランスの中で考えた時に、今日は野菜を摂っていないなって思った時、皆さんどういうふうにその時野菜を摂ってますか。サプリメントを取ったりね。でもサプリメントというのは、本当にねお医者さんが本当はもともと処方するもので、栄養が足りていないね、数値に栄養が足りていないと表示された時にお医者さんから出た初めて出されるものがこのサプリメントだったんですが、今はね普通に食事をして、逆に食べ過ぎるぐらい食事をしているのにもかかわらずサプリメントを多く摂取している方がすごく多いそうです。でもねやはり栄養のバランスは食べ物、口の中に入れるものから体作りはされますからね。特に野菜を食べたり硬いものを食べることで顎をしっかり使う、この顎をしっかり使うことによって口の中から唾液が出てくるんですよね。この唾液が私たちの食べたものの消化を助けてくれます。でも最近の、子供ももちろんですが大人も噛むというこの行為をね、最近は本当に見逃してしまって、疲れるからって言って硬いものを食べなくなっているそうなんです。だからこそ顎がだんだん弱くなってきて歯も脆くなってきますね。胃液、ね、唾液が出てこないと消化不良も起こしやすくなりますので、ぜひ皆さんこんな時は弥生軒に行ってバランスの取れた定食を召し上がってください。そして最近新発売で出ているのがチンジャオロースと麻婆豆腐の定食、強火で炒めたチンジャオロースと、そして、麻婆豆腐、定番の中華定食をダブルでお楽しみいただけるという、このね、チンジャオロースと麻婆豆腐の定食、これもすごくおすすめとなっています。でもね私いつもなんですけども、ほぼ 100% 味噌汁は
あさり汁に変えて定食をいただくようにしています。そうすることによってね、なんかね本当にホッとするんですよね。さあ今日は皆さんどんなお料理を召し上がるんでしょうか。またナス味噌と焼き魚の定食、これは塩サバなんですが、これもね油が乗っていてとても美味しいです。旬の魚といえばサバ、それからサンマですよね。本当にこの青魚が美味しくなってきます。またねホッケ定食などもありますので、ぜひ弥生県に行った際にはメニューに迷いながら定食を決めていただければと思います。今日はねいくつか皆さんにご紹介いたしましたが、シナジースクエアの一角にできました弥生県読谷店、ぜひ足を運ばれてください。このコーナーは炊きたてのご飯を中心に味噌汁、そしておかずと副菜などを一つのお膳にバランスよくまとめた定食を提供している弥生県のコーナーをお届けいたしました。 CM を挟みまして動物愛護のコーナーをお届けしてまいります。12時31分になっています。シエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし。このコーナーは動物愛護のコーナーを皆さんにお届けいたします。さあここで、命の期限が迫っている迷い犬保護のお知らせからご紹介いたします。特に波平地区周辺の皆さんはぜひご協力をお願いいたします。可能であれば、動物愛護管理センターの方に今現在収容されている柴犬のワンちゃんの、この写真、ぜひ愛護センターの方から、ホームページの方で掲載されていますので、プリントぜひしていただいて、自治会またですね人が集まる場所に貼っていていただけるととても嬉しく思います。9月の26日読谷村波平にて可愛いワンちゃんが動物愛護管理センターに保護され収容されています。これは保護とはいえ捕獲ですね。柴犬、性別はオス、推定年齢は10歳、老犬です。首輪は青色の首輪をつけています。皆さん柴犬といったらね可愛い、本当にね日本を代表するワンちゃんです。体の色が薄茶色、命の期限は明後日9月30日金曜日となっています。心当たりのある方は FM 読谷958-7860までお願いいたします。また動物愛護管理センターの方に、お電話をいただいて直接お問い合わせいただいても結構です。とにかく9月の30日の朝、
職員の方によってボタンが押され、この可愛いワンちゃん首輪をつけたまま飼い主さんに迎えが本当に来ないままだと殺処分されてしまいます。10歳まで10年間一緒にもし飼い主さんね過ごされていたのであれば、このワンちゃんを探しているという情報などがもしあった場合、皆さんぜひ、このお話聞いた方はですね耳にしていただいて、ぜひ飼い主さんの方にワンちゃん今愛護センターの方に行っているよということで声かけていただけないでしょうか。私たちができることといえば、こうやって生放送の中でこのワンちゃんのフェイスブックだったりももちろんなんですけれども、皆さんに広報することによって多くの皆さんに、この柴犬のワンちゃんが飼い主の元に戻るように一生懸命私たちもさせてはいただくんですが、ただ、このワンちゃん一番待っているのは飼い主さんだと思います。飼い主さんぜひ動物愛護管理センターの方にお迎えに行ってください。またですね、Facebook の方で、公式 Facebook、 そして私の近所玲子の Facebook の方、ご覧いただけるとありがたいことにですね約80件以上の方が、シェアをしてくださっています。一人でも多くの方がこうやってシェアをしてくださることによってこの柴犬のワンちゃんが一人でもね多くの方にあ、どこどこのワンちゃんじゃないってね、皆さんに気にかけていただける、それだけでも変わると思います。ぜひよろしくお願いいたします。続いて迷い犬保護のお知らせです。9月の7日水曜日の明け方ごろ、読谷村ザキミの自宅にメスのワンちゃんが迷い込み現在保護をしております。特徴として小型の雑種、体の色が薄茶色で手首足首は白色です。またその日の夜子供が3匹生まれたそうです。とっても人懐っこいワンちゃんですから、ぜひ飼い主さん早くお迎えに来てあげてください。心当たりのある方は FM 読谷 958-7860 までお願いいたします。この、投稿に関しましても Facebook の方では、アップさせていただいています。シェアの方もぜひよろしくお願いいたします。ちょうど先日、この、ね、動物殺処分の、沖縄タイムスさんが9月の21日に、そして、この動物愛護週間が、終了する頃に今度は琉球新報からありがたいことに、新聞に大きく掲載していただきました。この記事をちょっともう一度皆さんにね、先週はタイムスの記事を読ませていただいたんですが、新報さんの方からはね、どのような形で投稿されているのか皆さんにご紹介いたします。20日から始まる動物愛護週間を前に、FM 読谷は16日午前11時から午後1時まで、動物愛護週間直前特別番組、ちょっと待ってその命を放送した。ゲストに動物愛護団体のワンズパートナーの会、比嘉秀雄理事長と、ペット用品の販売などを手掛けるペットボックスの山城部長、そして毎年県内では多くの犬や猫が殺処分されているということを伝え、命を大切にすることを訴えた。犬猫殺処分減らそう。企画した FM 読谷の金城玲子さんは、一匹でも多くの命が救われるよう願っていると意図を語る。比嘉理事長はまだまだ飼い主の意識が低い、そこをどう行政が飼い主の意識改革ができるかだと、殺処分の頭数減少のための改善点を挙げました。山城さんは飼い主さんのモラルの問題、販売する側としてもしっかりと責任を持って飼っていただけるよう話をしていると取り組みを語っています。2015年度の速報値では、県内の行政機関で収容された犬と猫計4,392匹のうち3,292匹が殺処分されたそうです。ねえ、4分の3殺処分です。皆さんどう思いますか。そして7割が首輪をつけているそうなんです。このね、飼い主さんのもう一歩先、このせめて迷子札をつけていたり観察番号をつけていたら、7割の首輪をつけていたワンちゃんたちは飼い主さんの元に戻っていたかもしれないですよね。飼い主さんに大事にされていた、愛情を注がれたワンちゃんたちが捕獲されて収容されて、そして人間の手によって殺処分されるという現実っていうものを、皆さんどうお考えになられるでしょうか。
中曽根社長は今までは番組の中の一つのコーナーとしてやってきたが、なかなか殺処分の件数が減らない、この状況を我々メディアが伝えないといけないと力を込める、特別番組を放送したら終わりとはしたくなかったと、番組を10月5日から毎週水曜日午後1時にレギュラー放送することを決めました。特別番組は FM 読谷のホームページで公開しているということで、琉球新報さん、そしてね、先週ご紹介した沖縄タイムスさん、本当にありがとうございました。こういう形で一人でもね、多くの皆さんに、この動物の思い、ね、本当に考えていただければと思うんですけれどもね。さあ、ここでメールが届いているのでご紹介します。こんにちは、れいこさん、お久しぶり、タルガニーです。タルガニーさん、元気ですか？今日もお仕事頑張ってるようですね。今日も聞きながら仕事をしています。昨日の琉球新報に殺処分減らそうの記事見ました。あまりの殺処分に改めてびっくりしています。飼い主さんのモラルの問題とのことです。最後まで責任を買ってもらいたいと思いますよね。取り急ぎのメールで失礼します。レギュラー放送頑張ってください。最後まで聞いておりますということで、タルガニーさんからでした。タルガニーさん、ありがとうございます。嬉しいですね、こうやってメールを寄せていただけるとありがたく思います。また、動物たちもですね、この思いをね、本当に、どのように天国で捉えているのかなというね、そういう思いも感じながら、番組をいつも進めていたつもりです。続いてのメール、れいこさん、こんにちは、ラジオネームなおです。なおさん、元気でしたか？久しぶりです。この番組で動物のことを考える機会が増えました。私の知人が自分の家で猫を飼っていたけど逃げたけど、面倒見るのが大変だから良かったと言っていたのが悲しくなりました。動物を飼う前に最後まで見れるかをよく考えてほしいなと思いました。沖縄が動物殺処分ゼロになるようになってほしいです。それでは時間まで聞いていますということで、なおさん、ありがとうございます。お友達のね、その思いでも、本当に最初は飼ってあげたい、ね、助けてあげたいという思いだったんじゃないのかなと思うんですけれども、でもね、猫たちも本当にやはり本当はね、皆さん、狂犬病の、この法律、国の法律によって、犬は捕獲の対象になるんですが、猫は捕獲の対象には通常ならないんです。でも沖縄県というのはとっても猫が多くてですね、猫の被害で困っている方も実際に多いというのはよく聞きます。でもすごくね、昨日嬉しいお話、番組審議委員会の、本当にね、委員のメンバーの方がですね、ハブが庭に入ってきたり家に入ってきた時に犬や猫が吠えてくれたり鳴くことによって家の敷地内にハブが入ってくるのを防ぐことができるという、助けてもらえるっていう、そういうお声もあったんですよね。このね、また来月からお届けする10月からは、この12時から1時は私が担当するので、1時からはですね、違うパーソナリティの方に番組を担当していただきます。この方は改めて本当にご本人さんからご紹介をね、自分でしていただきたいと思うので、今はお名前を控えさせていただきますが、彼女もとても動物が大好きで、そして一匹の命をね、動物を飼うことによって、本当に彼女の多分家族の、あり方だったり生き方がきっと変わってきたのではないかと思います。そして私は全面的に、バックアップしてい、きたいと思っていますので、この今まで15分間お届けしていたコーナーをですね、さらに多くの方に、丁寧にお伝えしていければと思っています。さあ、本当にね、15分が1時間になるというのは私の中ですごく嬉しいことなんですが、特別番組をしたことによって多くの反響があったのも事実です。そして、実際に、読谷村役場の、生活環境課、はい、安田課長、新里さん、本当にご協力いただきながら放送させていただきました。動物愛護管理センターの宮城先生、本当にご協力をいただき、そしてワンズパートナーの会の日賀理事長、それからご出演いただいているかよさん、それからペットボックスのご協力いただいた皆さんの力で、この番組を来月から1時間にしていこうという、本当にこういう形になったのは大変嬉しいことだと自分で思っています。
これからもぜひですね、さまざまな目線で動物を捉えて皆さんにお伝えしていければと思っています。そして今日ですね、皆さんにご紹介をしていくことがあります。これはですね、海外の方で実際に取り組んでいること、ペットの犬を心よく受け入れる職場では従業員の健康状態や仕事の生産性が向上するということが結果が出たということで、研究報告が相次いでいるということから、ペット同伴での出勤を歓迎する企業が増えているそうです。よくね、介護施設、ここに動物をね、アニマルセラピーといって導入する方々がとても本土の方では増えてきているようです。こういう事例というのは、犬や猫を触ることによって心が癒される、動物には心が開ける、いくつになっても撫でたり癒したりするということがとてもね、人間の心とかに癒しをもたらすということが本当にね、発表されて実践されているそうです。人がね、殺処分のスイッチを押すんですけれども、実際に災害救助犬のね、レスキュー隊、夢之助くん、ね、これは本当に広島の災害で、人の命を助け、今現在では世界中の地震や津波、こういった災害の時にはこの殺処分直前で震えておしっこをしていた夢之助くん、今現在では災害救助犬として世界中で活躍しています。人が助けるのも、ね、もちろんなんですけども、動物から助けられることも様々あるということを、皆さんの中にもどこか胸の奥に秘めてていただければと思います。それでは最後の、私のコーナー、動物愛護のコーナー、本当に長い間皆さんありがとうございました。来月からはまた新たな形で動物愛護のコーナーを進めてまいりたいと思います。ぜひ多くの皆さんから様々なメッセージの方もお寄せいただけるようご協力よろしくお願いいたします。以上、動物愛護のコーナーをお届けいたしました。
時刻は12時47分になっています。最後のコーナーとなりました。Facebook の方でねメッセージが届いているのでご紹介していきます。平さんから、お疲れ様です。玲子さんのおかげでたくさんの動物たちが救われたと思います。新しい担当の人も玲子さんに負けないぐらい頑張って、動物をいっぱい救ってほしいですね。玲子は新しい番組担当、担当というかですね、この番組のコーナーがちょっとね元に戻るだけなんですけれども、今までと同じように頑張ってくださいね、無理せずにね、ということで来ています。ありがとうございます。そしてなおさんね、さっきも本当はありがとうございました。 Facebook の方にもメッセージ、おはようございます、今日も聞いています、今日も頑張ってくださいね、ということで書いていますね。ありがとうございます。そして北九州の方から私のね、先輩であります井田さん、おはようございます。新しい分野での活躍をお祈りしています。頑張れ後輩、ということでありがとうございました。さて今日は最後に皆さんにね、宮崎中央新聞からご紹介をしていきたいと思います。答えより考えることが面白い。子どもが最初に出会う社会はお店屋さんかもしれない。物心がつかない頃から親に連れられていく。欲しいものがそこにある。親にねだったら買ってもらえたり、どんなにねだっても買ってもらえなかったり、一瞬の天国と地獄を経験することがある。小学校3年生といえばちょっと前までそういう経験をしているだろう。そんな彼らに千葉経済短期大学の佐久間教授が店とは何だろうと問いかけました。小学校の社会科の教科書が店という概念を曖昧にしていること、サービスという商品についてもきちんと説明がなされていないことに着目した佐久間先生は、自分でも明快な答えを出せない店って何だろうという疑問を子どもたちと一緒に考えてみようと思ったのである。授業の風景が先生の著者、社会科授業の世界を楽しむ謎解き揺さぶり5つの授業で見て取れる。先生が用意したのは八百屋、床屋、コインランドリー、自動販売機、行商の写真。それを見せて、この中で店と言えるのはどれでしょうと質問をしました。子どもたちに行商は馴染みがなかったようで、先生はこのおばあさんが野菜などを背負って家々を回り、いりませんかと売っていますと説明しました。店だと思う？と全員の意見、店だと思うと全員の意見が一致したのは八百屋だった。理由は品物を売っているから、家の中で売っているから、売っている人がいるからだった。床屋は32人中21人が店だと思うと言った。店とは言えないは0。11人は店のような気もするけど店ではないような気もするということ。店であるということの理由は八百屋と同じ屋がつくという、屋根の屋ですね、屋というものがつくから、お金を払っているから、家の中で商売をしているから。クエスチョンに手を挙げた子どもたちの理由は商品を売っていないということが引っかかった。確かに床屋さんはね、そうですよね、今まではそうだったと思います。その後、商品を売っていないけどお金を払っている、客のために何かをしてあげているなどの意見が飛び交い、最終的にはクリーニングやお風呂屋などの例も出てきて、子どもたち全員が店だということに傾いた。サービスという形のない商品があるということに子どもたちの目が開かれた瞬間だった。残りの3つは難航した。コインランドリーは店ではないという28人が手を挙げ、理由は売り手がいないから、機械がやっているから。確かにそうかもしれないですね。機械がね、機械だけあって機械がぐる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 回してくれるわけですからね。そして店だと思う理由は家の中でやっているから、お金を取っているから。そういう視点で見ると、自動販売機は店だと思うのは1人に減り、店ではないと思うが31人に増えた。理由に屋外にあるからが加わった。家の中で商売するのが店と思い込んでいるようだ。だから行商となると店だと思うは0。店ではないと思う理由に動いているからだと。先生は疑問を投げかけた。農家の人が作った野菜を道端に並べて売っている無人駅というのがあるが、この店には売る人がいないよ、どう思う？って。自販機は屋外にあるけど、露店だって屋外にあるよ。行商の人は動いているというけど、売るときは止まっているんだよ、というとみんなが笑った。この授業に答えはない。佐久間先生だってわからない。ただ先生は原始時代は自給自足だったこと。やがて
物々交換が行われるようになり、平安時代になって品物を並べて売る店の原型が生まれ、江戸時代には風呂屋や紙結いなどの商品のないものにお金を払うようになったことも説明した。子どもたちは時代とともに売買するものややり方が変わってきたことに気づいた。答えを探したのではなく、考えることを楽しんでいたようだ。クリック一つで答えが出るネット検索の世界とは違う面白みのある教育を垣間見た。この記事を書かれたのは魂の編集長水谷盛人さん、宮崎中央新聞。これは本当に感動の共感を世界中に発信する宮崎中央新聞、月に4回発行されて1ヶ月1080円で購入することができます。私はもう定期購読してるんですけどね、面白くて仕方がないです。はい、全国の講演会に足を運ばれ、それをねまとめてこの新聞にしているんですよね。ぜひ興味がありましたら宮崎中央新聞で検索してみてください。すぐに申し込みができます。その時にはぜひ一言、近所玲子の紹介と言っていただければと思います。お届けしてまいりましたシエスタ読谷 FM ランチ、いかがでしたでしょうか。メッセージもありがとうございました。来週からはね、料理のコーナーを復活して皆さんにお届けしてまいります。この番組は炊きたてのご飯を中心に味噌汁、そしておかずと副菜などを一つのお膳にバランスよくまとめた定食を提供している弥生軒の提供でお送りしました。来週からはね、また、10月に入るので新番組もね、いろいろなコーナーで、スタートしますけれども、ぜひ FM 読谷をお聞きください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。